メンジンスキーはソ連で建造された国境警備艦である。艦の規模からしばしばフリーゲートに分類される。艦名は統合国家政治局長官であったビアチェスラフ、メンジンスキーにちなむ。ソビエト連邦の崩壊後もロシア連邦で運用が継続された。メンジンスキーは 1135M5 計画。 ブレベースニック型フリゲートをもとに設計された11351号計画、ネレイ型国境警備艦の一番艦として計画された。この新型警備艦は極東方面へ集中配備することが予定され、ベンジンスキーも1980年1月24日付でソ連国家保安委員会国境軍会上部への配属が決定された。 1981年8月14日には、ケルチの b e ブートマ記念ザリーフ造船所第201工場で、寄港、1982年12月31日に浸水し、1983年12月29日には、竣工した。1984年9月6日には、セバストーポリオ出港、アフリカ大陸沿岸を一周して、ソ連の極東岸を目指した。 ポートサイド、アデン、カムラン湾、ブラジボストークを経由し、10月22日には、ナホとかで、実動状態に入った。国境や200海里入排他的経済水域の警備を、その任務とし、場合によっては国境を犯した、潜水艦の撃滅や、航行船舶の護衛、上陸部隊の安全の確保を行うものとされた。特に、日本海や千島列島における漁船の違法操業の、 取締りが、目下の主要任務となった。1991年8月24日に、ソ連が崩壊すると、メンジンスキーは、他の艦艇とともに、ロシア連邦の海上国境警備隊に引き継がれた。しかし、国の経済の悪化から、その活動はあまり積極なものとはなり得ず、メンテナンスを受けられないままなこと加工に、経流放置された。結局、 メンジンスキーは2000年には退役し、2001年末には解体された。艦長は二等佐官 SP ・ドゥランジンであった。メンジンスキーは従来の警備艦艇に比べ強力かつ高性能の設備を有した大型艇であった。一説にはメンジンスキーをはじめとする11351型、各艇は世界最強の国境警備艦艇とも呼ばれた。その武装としては、 単射定艦対空ミサイルコンプレックスや 100mm 両用砲、30mm 多方新機関砲を装備した。レーダーとしては、従来型のレーダー MR-310U、アンガラー、対空捜索レーダーとして、MR-212、201、バイガーチ U、ボールが、キバーチ、火器管制レーダーとして、対空火器艦製用の m p z 三百一 バーザ、手法管制用の MR-114、バールス、近接防御下機システム用の MP-123、ビーインペル電子戦装備として、MP-401S、スタールト S や PK-16 を搭載した。水中音響探知システムとしては、新しい MGK-335S、プラーチナ S と、可変追跡装置、 MGK-345、ブローオンザ、水中通信システム MG-26 及び MGS-407K が搭載された。このほか、広報機械、各種データ処理機器及び式、通信設備、電子専用設備を搭載していた。また、5甲板には、カ -27 などのヘリコプターを搭載するための、飛行甲板と格納庫が備えていた。 ガスタービン動力のエンジンは 30kN 以上の速力と速力 14kN における4000回りの航続力等を保証していた。また外部からの補給なしに30日間行動を続けることが可能であるとされた。ありがとうございます。